近ちょっと体力がついてきました。中尾明のバク転ラジオ。はいはい、皆様、バク転は、最近体力がついてきました渡辺明乃です。皆さん、バク転は中尾明こと田口めぐみです。はい、体力がついてきてというわけではございませんが、うん、夜が少しずつ少しずつと涼しくなってまいりました。関係なくね、すげえ関係なくね。体力と夜の涼しいの関係なくないですか？台本上では関係があるのです。急遽に台本に戻ったわけですね。体力ついてよかったしね。よくなってきましたよ。よかったよかった、いい塩梅ですわ。それどんな風に体力ついてきたの？プールで50本25メートルが泳げるようになりました。毎回相当やってるね、うん、本当に。ジムに行き始めた時はぶっちゃけ15本で、うん、あーだめだ、これ死んじゃうと思って陸に上がってビチビチしていたんですけれども、うん、最近50本泳げるようになってすごいね、調子に乗りました。プールってさ、全身運動だからすんごい体力使うと思うけど。そうなんだよね。そうよ、うん、でもそれだけ泳げるのすごいよ。相当ついてるよ。すごいよね、うん、ちょっとね、あらららららと思って。何を目指してるの？わかんねえ。何特に目指すものもなく、とりあえずやってますみたいな。やってますみたいな。まあでもね、この夏に勝つにはそれぐらい体力がないといけないっすよ、うん、プール涼しいしね。そうそうそう、うん、ね。というわけで、はいはい、コミケが明日からだそうです。おーいや、行ったことないんだ。コミケってすごいんでしょ。すごいんでしょ。暑そうだよね、人いっぱいいるし。暑いんだ、うん、あー俺行くでや。行くんじゃんか。行くんだい。そうなんだ。何すんの？あんとね、サインしんだ。本当？サインくんのかな？サインください。超不安。じゃあください。私も、じゃあ後で内密。内密かよ、めっちゃ言ってんじゃん。好評放送中のバク転ラジオの、嘘、爆裂戦士のラジオ番組です。そのまま言っちゃったよ。テレビ朝日、はい、毎週火曜日深夜2時12分、久しぶりに私これ言ってない？いつも言わせてるよね。アニマックス毎週火曜日夜10時30分からリピートもあるよということで、ね、というわけで30分間さらわれないようについてこいよ。ここは2000年有明ニューピックサイトのとあるイベント。拳銃携帯が合法となったこのイベントで、夏冬と繰り広げられるガンファイト。このブースももちろん例外ではなかった。中曽宗太郎先生の新刊まだ間に合うかな。走らないでください、走らないでください。もう走ってないよ、これ今日だ。へりくつ言わないでください。へりくつは何ですか？僕は間違ってません。間違いも何もとにかく危ないのでゆっくり言ってください。今日の本は完売しました。何言ってるか分かりません。何ですか？もう一回言ってください。こうだったら早口言葉でお前をギャフンと言わせてやるぞ。などうだ人違くない？もう言ってんのね。さあ今日の言葉はこれじゃい。埼玉県のバク転ネームトレジャードリームさん。はい、イエーイ。そして言葉は幸せのしわ寄せ、うんです。はい、じゃあい、よし行くぞ。レディーゴー。幸せのしわ寄せ、幸せのしわ寄せ、幸せのしわ寄せ。引き分け。引き分けだって。じゃあ分けてやればいいんだ。最後はじゃんけんすんの？じゃんけんだって。最初はグー、イエーイ、勝ち。反則負け。ダメなんだこういうの。ずるい。大人だからね。あう出て私の負けなんですよ。ズライもないもんね、あんたが良かったんだよ。というわけで最初のコーナーは早口言葉対決コーナー。早口ガンマンです。ちくしょう、久しぶりにその言い方使われたよ。皆さんが送ってくれた早口言葉に挑戦して、より早くより正確に言うとが勝ちとなります。明けのが踊っちゃうコーナーがやってまいりました。はいはいはい。どんなコーナーかと言いますと、と
僕たちが出演している爆裂天使のキャラクターを使ったシナリオを募集します、うん、毎回お題が出ますのでそのお題に沿った内容のシナリオを書いてください、うん、お題は今のところホラーです。ホラー、長さは1分2分程度ですがそれほど気にしなくても結構です、はい、うん、そしてこの番組のホームページの方に台本がね、うん、読んだ台本がアップされるのでそれを見ながらいや皆様も楽しんでくださいという感じで聞いてくださいな、はい、はいはい。でねシナリオにはまあその人それぞれですけれども SE とか BGM とかね、うん、最近だと配役がね振られてたりとかしますので、うん、その辺をこう細かく書き込んでくれると助かります。目がかゆいです、うん、さっきからずっと目をかいてますねお眠なのかなって思うぐらい右目がかゆいです。はい、はい、かいちゃダメですよ。うん、物もらいになってしまう、はい、気をつけてください、うん、季節ですから、はい、さあ BGM でも何でも来いじゃ。そうじゃ今日ははいこれちょっと面白かったな。大阪市に生息、はい、バクテンネームアキュラさんです。はい、イエイイエイ、恐怖血に染まる夜、うん、なんてタイトル。そして、出てくるのはメグ、セイ、エイミー、ジョー、SE だな。うんうん、行くにゃ。さーて、ジョーはいるかな。ジョー、ジョーいないの。ジョー、大変よ、一大事よ、非常事態よ、これで終わりよ。どうしたのメグ。ジャーゴが頭から血でも流してたの。そうなのよ、まさしくその通りなのよ。あんまりお腹が空いてだからってネジでも拾い食いして幻覚でも見たんだんじゃないの。なんだってんなことするか。もうとにかく一緒に来てよ。いい、開けるよ。いいから早く開けてみなさい。カチシュー。あら、ほんとね、赤く染まっているわ。ほんとだね、赤く染まってる。でもメグ、よく見てみなさい。やだ、ペンキだよこれ。本当だ。でもなぜペンキが。あれだよ、ジョー。なんだ騒がしいな。ちょっとジョー、このペンキは一体何なのよ。ペンキ、ああこれか。説明してよ、私本当に怖かったんだから。情報屋に聞いた。何でもボディを赤く塗って角をつけるとメカのスペックが3割増しになるそうだ。それはここでは通用しないわよ。まったくややこしいことしないでよね。にゃーにゃー、ね、喋りました。うん、喋ってたね。うん、私やっぱり動かしやすいキャラなんだよ。私メグはそうでしょ、うんうん、だと思う、うん、だってやっぱりジョーが主体でギャーにはならないじゃん。いいよ別に。ギャーって、じゃあジョーがギャーって言ってすごい喋る話を書いてください皆さん。また難しい。すごい難易度が高くなりましたけどね。あららら、らいきなりレベル80ぐらいになったね。レベル80、それは高いですね。高いですにゃ、はい、予告もあったんだ、忘れていた。埼玉県のバクテンネーム銀のハーモニカさんから。こんなゆっくり読んでたら曲がなくなっちゃ う、狭くなってしまったひろゆきて、この家をリフォームするの、する何、この家をリフォームする匠は、あ、するのがいらないのなこれな、この家をリフォームする匠は人呼んで都会の破壊神、手段のためには目的を選ばない、そんな匠によってひろゆきて終わっちゃったどのように変わるのでしょう。次回爆裂天使爆裂ビフォーアフターひろゆきの運命はいかに、お楽しみにでございますちなみに高雪だそうです、宿狩りの名前は、ね、そうだね、うん、どっかでひろゆきってなっちゃったんだね、うん、高雪くんです。